今回ね、密度でいきましょうか。その人生積み重ねていくと密度がどん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 濃くなっていく。で、人生が後半になればなるほど、なんかその密度の高い時間が過ごせたり、密度の高い、行動ができるのかなとか思うんですよね。で、その10代の頃とかできることって多分体力作ることぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。もちろん勉強したりね、得意分野を刻んだりとかあるんですけども、はっきり言って大差はつかないですよね。で、本当にその才能っていうものがあるとしたら10代で大差がついてしまう人なんですよ。で、10代とか20代で人並みだなとかね、ちょっと得意なぐらいっていうのは大差ではないですから、それは才能には入らないのかなと思うと、ほとんどの人が才能がないってことになるんですよね。で、それをほとんどの人はでもね、認めないんですよね。なんか才能がいつの間にか開花すると思ったり、本気でやったら勝てると思っちゃったりね、なんかいつの間にか時間が過ぎてしまうんだけども、でも何か自分がやる気になったら何かできると思っちゃったりね。で、逆に全然やる気がなかったりね、いろいろあるんですけども、でも体力を鍛えて、精神力を鍛えて、で、人が叶わないような得意分野ってそっから先、30代とかで作れていくんじゃないかなと。で、得意分野ができたからといって、その結果がすぐに出るわけじゃなくてね、やってもダメなことを突破するような時期っていうのは、あるんじゃなかろうかと思うわけですよ。やっぱね、なんかその正直な答えがいつも出るとは限らないんでね、風向きとか偏りっていうのが必ずありますんで、そういった百発百中じゃないってことを覚悟しながらやっていくと花開く時があって、で、いわゆる一流になってもね、全部が当たるわけじゃないですからね。で、それを知ってるからへこたれないのかなと思うんですよ。で、三流の人って失敗したらすぐへこたれるんですよね、三流だから。だからたどり着かないんですけども、実力をつけた人ってそう簡単にうまくいかないよねってことを前提にやるんで、ダメでもまたやり直すし、別の突破口を見つけるし、結局やり遂げるんですよね。で、いろんな角度から挑戦して、いろんな方向からアプローチして、で、たまにはね、なんかそのすごくひどい仕打ちを受けたりとか、騙されたりとかね、裏切られたりするんだけども、それも込みだよねっていうふうに考えてるから、全然答えないっていうかね、精神力っていうのは体力から来てるところもあるし、体力を支えるのが精神力だったりするんですけども、なかなかちんたら生きてたらなかなかこういうことにならないんだろうなと思うわけなんですよ。やっぱりこう自分の人生を自分で引こうと思ったら誰にも頼れないってことをもう前提しないといけないんでね、だからあれじゃないですか、密度が強い人生が送れるんじゃないかと思いますし、本当なんかこう自分の大切にしたいものを自分で守るってことができるのもそれだと思うんですよね。本当に力がないとね、自分のね大切なものとか全然守れなくって失うしかないん で、それをね、残念ながら悲しい顔して見つめるだけというね、だからそれはもう、大切じゃなかったっていうこう順番になるのかなとか思ったりするわけなんですよ。大切だったらやっぱりね、自分の力でそれこそ身を引き換えにしても守らなくてはならないですし、で、誰かに守っていただけるようなね、そんななんかこう関係も作れると思うんですよ。吉野さんはね、会社経営しながら誰にも守ってもらえないっていうね経験をしたと思いますけども、多分ね、遠くから見てると、あの会長はね、やっぱりそれなりには守ったんじゃないかなと思うんですよ、非常の情を持って。で、吉野さんが会社を離れても、その会長は会社を離れないってところがあるし、そもそも人のもんじゃなくて自分の会社だし、自分のビジネスなんで、他社はね、言ってみれば駒ですよね。で、駒に過ぎないわけですよ。でも駒じゃないところまで突き詰めると、やっと駒じゃないような扱いを受けるのかなと、それがなんかね、相思相愛っていうか、お互いのために身を避ける関係ってことになるかと思うんですけども、なかなかね、そうはいかないですよね。そうはいかないから、二束三文に見られないような自分をまず作り上げないと、いつまでたっても付き合う人間が二束三文だったりで、そいつに向かって指さしてね、文句言うしかないんだけども、そもそもそういうやつと人間関係作ってる自分は何者なんだよっていう時に、一番大したことないのは自分なんじゃないかなっていうふうに気づくわけですよね。だからなんかこう、吉田さんもそうかもしれないですけども、人付き合いってなくなるわけじゃないですか。なくなって寂しいかっていうと、なんか余計な人と付き合わなくていいから、なんか逆に生成するっていうかね、すごく自由を感じますよね。で、必要な人っていうのは必要な時だけポンとね、付き合ってもらえるように、自分が選ばれるような人間になっておけばよくって、なんか一見すごくひどいことを言ってるようですけども、実力をつけた人は実力をつけた人同士でうまくやっていきますしね。
密度濃い人生を送ろうと思ったらやっぱり自分の中にあらゆるものを持っとかないといけないのかなと。やっぱ弱音吐いてもね、天からお金降ってこないですしね、誰かがね自分のために身を投げ出してくれたりもしないですしね。そういう意味で言うと本当なんかこう誰にこう何人に囲まれても、まあ、孤独ってことじゃないですかそれは、うん、まあ、密度濃くなると孤独になるっていうことですよ、うん。まあ、今日もそんなとこじゃないですか。まあどうせ死ぬんで、どうせたった一人でね死んでしまうんで、どうせ死ぬというね、吉谷さんのマインドセットじゃないかなと思うんですけど、まあそれはそうだよねと思いますね。どうせ死ぬから、うん、あのやっとけよって感じですか。本当ね、なんか休んでらんないですね。いってらっしゃい。